マスローチングの高井根です。今日はこちらのバランスボールとダンベルを使ってフリチャーカールの代わりをやりたいと思います。力こぶしっかりと意識して行いましょう。はい、どうだったでしょうか。非常に変わったやり方で僕も初めてやったんですが、まあ、しっかりとねこの上腕二頭筋を意識して行ってみてください。以上です。マスローチングのコミュニティには動画の説明欄から入ってきてね。